徳島空港付近の空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに、作成上空から見た徳島飛行場。徳島飛行場は、徳島県伊野郡松主芸町にある飛行場。海上自衛隊徳島航空基地と民間航空機が共用する飛行場で、通称は徳島空港。愛称は徳島阿波踊り空港。徳島市中心部から北東に、 約9キロメートルの紀伊水道に面した海岸部に位置する。防衛大臣が設置管理する飛行場で海上自衛隊が教育航空集団の基地を併設して使用する。また、空港法に基づく共用空港に指定されており、主に国内線の民間航空に使用されている。徳島は日本最初の定期航空路が開設された地である。1922年、 徳島県出身のタクシー会社社長であった井上長一が設立した日本航空輸送研究所が大阪府堺市の大浜海岸から徳島県小松島市の大須海岸まで水蒸気を使って定期運航を開始した。1957年6月20日、日本観光飛行協会が堺港の海面から吉野川橋南詰めの吉野川水面にへ 水蒸気デハビランド DHC-2 型機を使って運行を開始した。翌1958年4月には日東航空がデハビランド DHC-3 型機を導入した。以後は水陸両用機が導入され、大阪側の空港は八尾空港、伊丹空港へと変更されていった。1962年に現在の徳島空港が開港するまで、 吉野川水面の利用は続いた。現在の陸上滑走路の前身は、戦前に開設された海軍航空隊の飛行場で終戦とともに連合国軍が接収。1958年から海上自衛隊が航空基地の飛行場として使用。1962年に公共用施設に指定され、徳島空港として民間航空にも使用されるようになった。 2010年からは公募で決定した徳島阿波踊り空港を空港の愛称として使用。2018年には空港旅客ターミナルビルが増築され、国際線のチャーター便などに対応した出入国、審査場などが整備された。空港ターミナルビルのマスコットキャラクターは、ナルトの渦潮をモチーフとした渦 P で2010年から使用されている。 2016年度の年間利用客数は107万826人で、着陸回数は日本の空港でだ。JAL チェックインカウンター ANA、チェックインカウンター空港ターミナルビルの外観は、全面がラス張りで1階到着ロビーは3階まで吹き抜けになっており、開放感あふれる空間になっている。また、1階到着ロビーから3階出発ロビーへのエスカレーター脇には当班を使用した。 日本の著名な伝統芸能の一つである、阿波踊りの投範画が飾られている。さらに、阿波踊りの銅像が空港ターミナルビル正面に建てられており、観光客の記念撮影のスポットになっている。空港ターミナルビル内の照明は三回展望ホールを、はじめとして、徳島県の地場産業である LED が随所に使用され、環境にも配慮している。なお、 旧ターミナルビルには2014年1月5日に、徳島県警察の運転免許センターが移転している。店舗、編集物販飲食徳島ラーメン屋と、福島バーガーなど、県内ローカルのメニューのほ他、泡を取りや泡牛を使用した和食レストランなど、徳島県のご当地グルメを扱う店舗もある。その他24時間営業、年中無休である。収容台数は760台。 利用料金は、最初の1時間は無料で、以後1時間から3時間までは重量制。それを超えると24時間ごとの料金となる。逃飛行場は民間と自衛隊の施設がそれぞれ置かれている。自衛隊については、以下の基地、分屯地が置かれている。以下の部隊が所在している。第72航空隊徳島航空分遣隊は、 救難飛行隊を経て55年間の救難任務を解かれ、2015年8月31日に解体、廃止となった。北徳島分屯地は、徳島県伊野郡松茂町住吉屋座、住吉開拓38番に所在し、第14飛行隊等が駐屯する、陸上自衛隊徳島駐屯地の分屯地である。概要、編集2010年3月。 徳島県への陸上自衛隊駐屯は初となる北徳島分屯地が新編の第14飛行隊を主力部隊として発足した。2012年3月全通時駐屯地の分屯地から徳島駐屯地令下の分屯地となる。第14飛行隊長が分屯地司令を憲法する。遠隔編集第14旅団令下部隊、編集中部方面隊令下部隊、 編集運行本数、所要時間、料金などの詳細は、該当項目、または、空港、運行会社ウェブサイトなどを参照。ありがとうございます。